自分への、まあ、挑戦、まあ、自分をもっと超えていきたいです。小さい頃からスケートボードしていて、アメリカでプロを目指すにあたってどうやって目立てるかなとかって考えた時に、人と同じことをしてるとやっぱ目立てないなと思って、そういうところから少しずつ変わっていくきっかけになりました。いい技とかを決めると話しかけてくれたりするんで、まあ、そういったところから少しずつ友達とかも作っていって、すごい良かったなと思ってます。海外とかに行って改めてなんか日本の良さに気づかされた部分がすごい大きかったので、グラフィックとか考えるときはやっぱ日本のカルチャーとかそういうのをどんどん伝えていきたいなと思って、でやっぱ成功も日本の良さも出てるし、かっこいいし、重くもないからつけ心地がすごいめちゃめちゃいいし、シンプルなファッションとかにも合う時計なのかなと思ってます。もちろんいいこともあればきついことの方が大きかったのかなとは思うんですけど、スケートボーダーとしてどう活動していきたいかっていう葛藤があったりとか、その中でもやっぱ大会での結果は求められるので、まあ、そういったところはうまくいかないことが多かったから、まあ、その3年間が一番きつかったんですけど、まあ、でもそこをやっぱ乗り越えられたからこそなんかまたさらに強くなれたのかなとは思ってます。最終的にやっぱ決めるのは自分だから、唯一無二のスケーターになって歴史に残るようなものを残していきたいです。自分の夢を達成するためにいろいろサポートをしてもらっているので、自分も貢献できるようにこれからも頑張っていきたいです。 Show your style 成功5スポーツ。